はい、皆さんこんにちは、ワナリガルビジです。では今回はハーツ・オブ・アイアン4、マンザガン、アメリカ軍プライ続きやっていきましょうということで、ちょっとノルウェーに上陸はかけたんですが、ここ、ロケハンしたところではかなり硬くて突破が難しかったので、一応ヨーロッパ方面軍としてですね、アイゼンハワーの、12師団。これは、ドイツ軍と小競り合いを起こさせて経験値を稼ぎますと。で、主力はアジア方面へと差し向けて、これにマッカーサーアジア太平洋方面軍司令として、その下に、軍をね、配置していくというやり方で進めていきたいと思います。で、この後ね、軍の再編とかも行っていこうと思います。編成面特に。なので、ちょっとそのあたりを見ながら、しっかりやっていきましょう。では、時間を進めていきます。まずは、旧式化している歩兵装備を変えていきます。で、対戦車装備とかもこの後必要になってくるし、とか、いろいろ必要なものが増えてくるので、一旦、軍需工場系を増やしていきましょう。優先して。もう、造船所の数はそれなりにあるのかなと思うので、で、それに合わせてですね、海軍の方も、一旦、編成を少し見直しつつ、部隊をね、アジア方面へと、徐々に移していきましょう。で、一応、第3艦隊、第4艦隊、第5艦隊という艦隊を、ヨーロッパの方に残しておく必要があるのかなというふうに思うので、まずは第3艦隊から見ていきましょう。第3艦隊なんですが、まずは一旦クリアしちゃって、第3艦隊は、まずは一旦、紹介活動ということで、どうしようかな。ヨーロッパ方面だと。この、イギリス海峡、北海北部。この辺りに展開させておきましょう。で、第4艦隊と第5艦隊は、イギリスからの、貿易の輸送船の船団護衛がどうしても必要なので、これ用に残しますと。で、第1艦隊ですね。第1艦隊。これ今、サセックスに入っているので、これ終わったら移動します。で、第1艦隊の第1機動部隊はドック入りしているので、このままグアムで待機。で、第2艦隊の機動部隊。これ今、ニューイングランドに入っているので、これこの後フィリピン方面へ出しましょう。で、この潜水艦隊なんですが、これ新しく、任務部隊として、これ第6艦隊とします。第6潜水艦隊って言った方がいいのかな。これはもう通商破壊に専念してもらおうというところですね。第6艦隊通商破壊潜水隊と。わかりやすくね、名前をつけていきましょう。一目でわかるように。結構こういうところ無駄に凝るんで、よくわかんないことになったりするんですけど、ここは、正確なのでご容赦ください。で、第6艦隊として、ここにまた艦隊の司令長官を入れましょう。待て。そうだね。これでいいでしょう。で、この第6艦隊の主な任務。今お話はしちゃいましたけども、通商破壊。どこで通商破壊をさせるか。東シナ海とかがセオリーですかね。通常だと。辺りで通商破壊、南シナ、東シナで通商破壊しておきましょう。まあ、対日本戦を睨んだ動きですね。で、あとは、古くなっているものをアップグレードしていきます。まず、艦上戦闘機グラマンですが、これをワイルドキャットへ変えていきます。で、この後、おそらく輸送船の数が足りなくなるんじゃないかなというのもあるので、輸送船もケアしたいんですが、まずはね、今、改装中の艦艇が何個かあるので、これの回復待ちを優先します。で、その他で言うと、ちょっと一旦、ヨーロッパの方確認しましょう。壊滅してるってことはないと思うんですけども、気になるので確認しましょう。経験値をね、腹稼ぎしてもらいたいので、あらあらと稼いでもらいます。まあ、戦ってくれてれば大丈夫でしょう。で、その他で言うと、まずグアムですが、ここ、日本軍と開戦したら一番最初にさらされるので、ここでも、まずは、トレーニングをします。訓練ですね。5部隊以上いるようなところは基本訓練を入れていきましょう。経験値がちょっとでも欲しい。では、これで時間を進めていきましょうか。はい。じゃあ、これで時間を進めていきます。あ、そうそう。で、マッカーサーの部隊の方なんですけども、フィリピンと、あと、マレーの方に部隊を移してます。移しますって言った方がいいのかな。まず一つがですね、フィリピンの方に、師団を入れますというのと、あとは、マレー半島のところですね、ここに部隊を移す予定です。なので、この辺りもしっかり部隊を移していきましょう。では、時間を進めていきます。はい。ここで一つ訓練じゃない研究が終わったので、研究をしていきます。で、研究を入れていく内容なんですけども、この後ね、ドイツ軍とかと戦うときに、かなり貧弱になってくるのが、対戦車装備なので、対戦車砲を研究していきましょう。これがないと、ちょっとこの後ね、戦うのが、どんどんきつくなっていくというのもあるんで、ここは先に入れておきます。で、特殊部隊もね、終わったので、特殊部隊の後どうしようかな。内容としてはもう40年になってるんで、まずは、アップグレードを入れましょう。アップグレードを入れます。で、今、どんどん陸軍の経験値をためためしなきゃいけないところなので、このままためためしていきましょう。はい。で、中国共産党の降伏のメッセージが出てましたが、こっちではね、一応、感情タイプの、近接国新機の方へ発展させることができるので、ドントレス。これを研究に入れます。もうどんどん戦いが始まっているので、軍備を急いで整えなきゃいけない状態になってますね。で、ヨーロッパの方はというと、まあ、動きは特になしという感じだな。まあ、微妙に戦線が伸びたかなというところですかね。まあ、これは陸軍の経験値が欲しいので、このまま行きましょう。で、まだまだ陸軍の経験値足りないので、陸軍の経験値を貯めていかなきゃいけないんですが、一応60ぐらいまで経験値が貯まったら、編成の見直しを考えていきたいなというふうに思います。で、軍の方はというと、まだフィリピン、あとは、インドネシアあたりに部隊は到着はしてないね。これは到着を待ちます。ではまたここから時間を進めていきましょうか。海戦もね、大規模な艦隊戦は、まあ、あまり起きないかなというところなので、特にね、ヨーロッパ方面では。じゃあ、艦隊の方をちょっと見ていきますか。第2艦隊のまだ修理中ですね。修理が終わるまでは動けない。で、第1艦隊の方もまだ動けない。第一艦隊もう動けるね。第一艦隊動いちゃいましょう。第一艦隊は、そうだな。どこに入れる？フィリピンに入れときますか、まずは。で、第一艦隊の第一機動部隊、グアムに入ってるのはこのまま。第2艦隊の第1機動部隊、ニューイングランドで修理中なんですけど、これをグアムではなく、どこで直す？そうだな、一旦、ミッドウェイで直しますか。ミッドウェイってただ、修理ドックあるよね。これで、太平洋方面に主力艦隊を移すので、まあ、いつ日本と海戦になっても大丈夫という状態ですね。海軍は。問題の陸軍が全然、軍備が整わないというところはありますけどね。で、ここでトラッカーができているので、ちょっと一旦時間止めて研究どうするか試案しましょう。海兵隊はまず入ってるのでよくて、あとは山岳兵が今後必要になるかどうかっていうところですね。まあ、ただ今すぐ必要になるかというとちょっとクエスチョンなので、一旦置いておきましょう。で、支援中隊はね、野戦病院は実は欲しいんですよね。結構ロケハンしたときは人的資源が、まあ、カツカツでした。で、あとは戦車もね、ちょっと上げておきたいなというのもあるし、野戦砲も上げておきたいというのもあるし、ドクトリンはね、優先火力にしてしまってるので、もうこれ変更効かないですというところですね。まあ、産業系で一旦改良型計算機にするか。無難に研究速度のブーストをかけましょう。ではまた時間を進めます。はい。国家方針ブラック計画入りましたね。まあ、ちょうどイタリアがギリシャ領土を要求と出てるんですけど、この後なんですが、まずはですね、ドイツに対して、攻撃防御それぞれ 10% のボーナスがつく、ブラック計画が終わったので、次どれ入れるかなんですけど、どうしようかな。オレンジ計画とかはもう終わってるんで、まあ、対日本を意識した研究ということになると思うんですけど、これは終わっているので、次の国家方針をどうするか。まあ、無難に行くんだったらシルバー計画になると思うんですよね。イタリアに対して、同じく 10% ずつのボーナスがつくと。ただ、ここは一旦陸軍が弱いので、ペンタゴンの、建設を行いましょう。計画立案速度 10% 入ります。で、その後、防衛省。これを立てれば、国家方針としてね、完成させれば、ボーナスがまたつくので、そっちの方に一旦舵を切ります。で、まだちょっと陸軍の経験値が54なんですけど、一旦対戦車法が完成したら、陸軍の師団の編成の見直しを行いましょう。その頃には55になってくれてると嬉しいんだけど。あ、なったね。OK だ。で、ヨーロッパ方面はどうなっているかというと、特に変化なし。全く動きないな。無駄に人的資源を失ってるだけのようにも見えますけど、まあ、経験値はやっぱり戦っているのが一番獲得幅としては大きいので、それはそのまま行きましょう。日本との開戦、まあ、いつになるかわからないんですが、一応、史実 AI 方針にしているので、41年になるかなと思うので、まだね、1年あるかなというところですね。ここはもう、日本軍と開戦する前に、できるだけ多く、師団を、アジアの方に展開しておきます。で、あとは研究が終わったら、先ほどお話したように、一つは、師団の再編成。あと、海兵隊も創設していきたいなというのもあるし、付け加えるんだったら、野戦病院も必要だし、あと、今ね、艦上タイプの戦闘機ばっかり作ってる、研究も進めているっていう状況なんですけど、これも、やっぱり航続距離の長いもの、もう用意していかなきゃいけないのかなというところで、研究の枠が全然足りないというところですね。まあ、6個の研究枠持ってるっていう時点でむちゃくちゃ優秀というか最強クラスなんですけど、それでも足りないからね。弱小国でやったらどうなっちゃうんだろうっていう不安しかないけど。じゃあ生産、まあ、ちょっとの間だけですけども、少しでも多く作っておこうということで入れます。まあ、この後ね、対戦車砲に切り替えていくんですが。あとは航空基地を増強するというのもありなんだよな。フィリピンにある基地、航空基地をね、ちょっと増強してあげてっていうのもありかなと思うんですが、まあ一旦予定通り、対戦車砲が進んだので、まずは 5% のボーナスはつけましょう。研究ボーナス 5% がついているこのアップグレードを入れましょう。で、あと2日で改良型防衛装備2が終わるので、これまで待ってしまいます。また戻ってくるの面倒なんでね。で、師団の編成の見直しをかけましょう。基本的にはノーマルな陸軍の師団の編成を見直すっていうのを考えています。海兵隊、特殊部隊とね、この辺りも強化していきたいしっていうのはあるんですが、まずはそうだな、野戦病院かな。で、師団の編成を見直しましょう。まずは自動車化大隊で自動車化砲兵だよね。で、ここはもうザクッと削除して、ここも自動車化大隊に変えましょう。これで58か。なかなかきつい値だな。もう何もできないもんね。これで一旦じゃあ、保存できないよ。残念すぎる。一旦リセットしましょう。まずここを削除するでしょ。削除にも5を使うってどういうことよって感じだけどね。自動車化砲兵じゃなくて自動車化対戦車砲兵だね。これで50か。で、整備中隊とか入れられませんっていうこと？いやー、もうちょっと貯めましょう。もうちょっと貯めないことにはどうにもならないけど、でも展開が遅くなるんでやっぱりやらなきゃいけない。もうこの辺りは優柔ですね、優柔。まず自動車化大隊を入れるでしょう。普通の自動車化大隊。で、自動車化の対戦車砲兵入れる。これで50。これでいく？ちょっと多すぎやしませんかというのはあるんですけど、これだって削除にも5を使うからね。しかも戦闘正面幅が19という微妙な感じになるんで、いやー、もうこれでいくしかないか。ちょっと随時追加していきましょう。海兵隊の創設なんて夢のまた夢だな。とりあえず生産のラインに対戦車砲を入れないと話にならないので、対戦車砲を入れます。いや、今思うとトラッカー必要なかったな。本当にもったいなかったですね。まあ、一旦置いておいて、対戦車砲を作りましょう。むむむ。これだね、対戦車砲。軍需工場上がったので、ここでも対戦車砲を作っていく。海兵隊も用意したいですけどね。ちょっとまだまだ先になりそうですね。じゃあまたここで時間を進めていきましょう。はい、ここでちょっと政治力今使うのどうかなという気もするんですが、陸軍の攻撃、アイゼンハワー入れましょう。これで 10% のボーナスがつくので、侮れない効果がね、出るんじゃないかなと思います。で、まあ依然としてノルウェーの方は一進一退というなんともな感じではあるんですが、ペンタゴンの建設が終わったので、では予告通り、ペンタゴンの次に進みましょう。ペンタゴンの次は、これですね。国防総省。これで、指揮増加力 25% がつ、25がつくので、これは数値ですね。これを入れておきましょう。まあ、ノルウェーの方も微妙だし、そうなると当然、陸軍の経験値がたまらないしっていうね、ちょっとなんともな感じではあるんですが。で、ちなみに研究枠の方はですね、まあ、順調に使っていまして、まあ、早送り中も時折研究枠は出していたので、あれかもしれないんですが、まずはアメリカ軍の傑作戦とライトニングですね。艦上タイプのものではないライトニング。これはもう航続距離長いんで、陸上の基地から制空権を取りたいときに、このライトニングをね、配備しておきたいなというふうに思います。で、研究ボーナスがつく改良型計算機が終わるので、そしたら、次は工業で生産量プラス 15%。造船所の生産量プラス 10%、 これにしましょう。集中工業の4ですね。いやいや、ノルウェーの方は大丈夫なんかいという感じですけど、これ見てるとね、まあ、特に指揮はしていないので、もう完全にお任せモードに入っちゃってるんですけど。で、もうすぐね、年が変わって41年になろうかというところです。で、フィリピンとあとインドネシアには部隊の配備がほぼ終わろうとしていますね。では予告通り、集中工業の4を入れていきます。で、生産の方はですね、少し対戦車砲の方に振ったので、若干マシにはなっているかなと思うんですが、それでまあやっぱり対戦車砲が足りないですね。まあ、対ドイツ軍を見たときは対戦車砲どうしても欲しいので。シャム。僕の大好きなタイ。バンコクって、むちゃくちゃ名前長かったはずなんですけど、いまだに長すぎて覚えられないバンコクなんですけど、バンコクがどうなるかだよね。まあ、真実はシンガポールまでね、日本が取るわけなんですが、その時一応タイは、まあ、軍事通行権みたいなものを日本に認めて、シンガポールまでね、あっさり侵攻したと。いうのがあると思うんですが、ここはなんとかね、マレー半島で食い止めたいなという思いです。シンガポールまで行かせない。そのための10師団。さて、今、サクッと飛ばしちゃいましたけど、ついに、日本軍が、インドシナ半島を求めてきた、そういうイベントだったので、ここは臨戦態勢に入りましょう。まずは海軍第一艦隊の第一機動部隊、これを動かします。で、第2艦隊の第1機動部隊も動かしましょう。これでもういつ日本軍と戦闘を開くことになってもおかしくないという状態です。で、ラインの方を見ておくと、ヨークタウン海は42年か。ちょっと先だよね、まだ。7月のもあれ。あとは従順が1月15に上がってきますね。従順が7型の戦艦に関しては42年まで上がってこないで、上の方に行くと駆逐艦とかも全然先ですね。本当にこのハーツ・オブ・アイアンでは戦艦1隻空母1隻失うだけでもう致命的になりかねないっていう、まあ、本当の戦争に近いイメージですよね。まあ、お前が何を知ってるんだって話にはなると思うんですけど、提督の決断とかだと別に空母1隻戦艦1隻失ったら痛いは痛いですけど、ここまでダメージが出るかというとそうでもないですからね。対戦車砲のアップグレードが入ったので、早速対戦車砲の生産を切り替えます。2へとアップグレードしていきましょう。で、研究枠何に使うかですよね。どうしようかな。まあ、ここは無難に改良して 10% のボーナスをもらいましょう。で、野戦病院も入るので、野戦病院が入ったら、師団に野戦病院を入れましょう。そこまで決まってくれればね、あとは海兵隊とか、山岳兵とか、そういったものへとね、シフトしていければいいかなと思います。はい。で、ここで野戦病院が入ったので、野戦病院の次、研究ね、もう本当に無駄な研究はできないので、じっくり考えていく必要があるんですが、どうしようかな。山岳兵の研究入れときますか、今後のために。123日。まあ、無駄になる可能性はありますが、ここは我慢して入れておきましょう。で、もうちょっとしたら経験値が10になるので、そこまでは我慢してというかね、普通に進めちゃいたいと思います。で、そうこうしているうちに国防総省も入りましたね。国防総省の次、ペンタゴンまで入れているので、次どうしますかっていうところですが、まあ、ここはルイジアナ演習を入れて、ちょっと飛んじゃいましたね、今。ルイジアナ演習を入れて、合衆国陸軍へとつなげていきます。陸軍の経験値、今すぐ20入ってきたら一番嬉しいんですけど、将来20入ってくれっていうだけでもだいぶ違うので。生産のラインには今足りていないものを追加していきます。なんだろうね。トラックとかも多分足りてないんじゃないかな。そうだよね。トラックも足りないよね。で、ここでようやく経験値が溜まったのと工場ができたので、生産のラインにトラックを入れていきましょう。で、師団の編成ですね。ノーマルの師団の編成に野戦病院を入れておきます。これで、人的リソースのね、損害をちょっとは抑えられるかなと。いうふうに思います。ではちょっとね、著しい進展はないんですが、確実に、日本との太平洋戦争が迫ってきているという中、軍備を整えているというところをお届けしました。今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。